回踊らせていただきます曲は、今年踊っている作品ではなく、まあ、コロナ禍で踊れなかったこともあるので、まあ、初心に帰ってということで、デビューの時に使わせていただいた曲を頑張って、もう一回思い出しながら練習いたしました。ぜひ温かいご声援よろしくお願いいたします。ゆうなぎ。